ケンプヒメウミガメは、ハチュウコウカメモクウミガメかヒメウミガメ属に分類されるカメ。メキシコ要体は、アメリカ合衆国東岸で見られることもある。本種最大の繁殖地としては、メキシコのタマウリパス州のランチョヌエボがあるが、一方で、ランチョヌエボを除いた大規模な繁殖地は確認されていない。校長メス十五から十五センチメートル。体重三十から五十キログラム。 廃校は扁平で丸みを帯びる。あばら甲板は左右に5枚ずつある。廃校の色彩は民気褐色。海洋に生息する。植生は動物食で主に甲殻類を食べる。繁殖形態は卵生。4から6月の風が強い昼間に集団で産卵する。1回に80から140個の卵を産む。卵は約60日で孵化する。 漁業による根核、本核卵の乱獲などにより、生息数は激減している。1947年における、ランチョヌエボの産卵層の数は、約5万個と推測されているが、1968年における産卵層は、約5000個、1980年代における産卵層の数は、約200個と減少している。ランチョヌエボは1966年に、 本種の卵の採集が禁止され、1977年には自然保護区に指定されている。アメリカ合衆国やメキシコでは、漁業用の網に規制を設けたり、本種が網に入らない装置を開発する試みが進められている。テキサス州パドレ島に卵を移動し、海域制を利用して繁殖地を復活させる試みが行われたことがあるが、成果を上げていない。 ありがとうございます。